家にあるあるもので、タレ尻沖縄尻解決できます。明日の綺麗はお家で作る。どうも、コンさんです。よろしくお願いします。今日なんですけれども、お尻をテーマにですね、お伝えしていきたいと思います。タレ尻で悩んでる方ですね、あとはお尻が大きくて小さくしたいという方にぴったりの情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。やはりですね、お腹の次に悩みとして、私の元に多く寄せられるのがお尻なんですね。でその方々に共通するポイントというのがありますので、今日はそれをですねバッチリとお伝えしていきたいと思います。で、代表的なお尻の、トレーニング種目として、こちらヒップリフトがあると思うんですけれども、これをねただやってしまうと、例えば腰に効いたりとか前ももばかりに効いちゃうっていう方が結構多いんですよね。これをですね、家にあるもの、これでですね解決していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということでですね、今日の流れなんですけれども、まずはお尻をちゃんと使えてるか柔軟性のチェック、そしてお尻のストレッチ、そしてですねエクササイズという順番でやっていきたいと思っております。この動画を最初から最後までしっかりと見ていただくことで、お尻の悩みバッチリ解決していきたいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、でまずはですねじゃあまずはですね、すいません、ちょっと方言が出ちゃいました。お尻の柔軟性をチェックしていきましょう。というのもやはりですね、そのお尻を上手に使っていく生活をしていくためには、お尻のことをまずは知る、そして認知することが大切になります。ということで、認知できてない方っていうのはお尻の動きが悪いとか硬いとかありますので、まずはそれをねしっかりとほぐしていく必要があるので、やっていきましょう。お尻の柔軟性チェックやっていきましょう。この目的はですね、お尻が柔らかいかどうか、そして股関節に少し動きがあるかどうか見ていきたいと思います。方法はとっても簡単で、足を伸ばします。手を後ろについていただいて大丈夫です。ここから、足をですね組みます。膝のお皿の上あたりに組んでいただいて、そこからこの、膝伸ばしている方をですねゆっくりやります。これだけです。で可能であればぐーっと前かがみになれるかどうかまでチェックしましょう。硬い方はですね、もうまずこの体勢がきついっていうのがもうカタカタさんですね。でちょい硬さんはこれぐらいではもう無理ですっていう方で、バッチリな方はこれぐらいしっかりと、立てられる方です。反対もチェックしていきましょう。膝のお皿の上に組んで、まずここができるかどうか、カタカタさんじゃないですか。はい、ここはできますか。ちょい硬さんじゃないですか。しっかり引き寄せられますか。バッチリですか。さあ、この3段階でまずはチェックしていきましょう。それでね、しっかりお尻のストレッチをやっていきます。はい、ということでですね、お尻のストレッチやっていきましょう。まずはですね、このようにすね、の部分が自分の体に対して平行になるように向いていきましょう。そしてだいたい膝を直角にして、このように姿勢を作ります。そして、片方の足は曲げといてください。なのでこう膝を片方にパタンと倒していただいて準備するというような感じ。さあ、このままですね、このすねの部分に鎖骨を近づけていきます。で最初手をついてゆっくりゆっくり前にしていただくと、硬い方も安心してねできるかと思います。最初はですね、静的ストレッチっていう風にして、こうじわーっとただただ伸ばすためのストレッチをしていきます。10秒間いってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はーい、 OK です。でさらに動的ストレッチ、ここからさらにですね、股関節の動きを出しながらお尻の動きを伸ばしていきます。では何するかというと、ここからこんにちはって感じでお辞儀をしましょう。1、こんな感じです。で戻す感じ。2で少し伸びないなって方は、膝の角度をちょっと緩めにします。こうするとね、お尻が伸びやすくなりますので、調整をしてみてください。し、よいしょ、はい、5、6。ただ溝落ちからこうやるとですね、あんまり意味がないので、しっかりここの鼠径部のあたりからパターンと折ってくださいね。なのでお腹をつけに行くイメージでもいいかもしれません。8、あと2つ9、もちろん硬い方は浅くて OK、 これぐらいで全然 OK10、 はーい、 OK、 バッチリでした。反対やってみましょう。さあ、確認ですね。片方に倒したら、はい、自分の体に対して正面に向けます。ねで、これがもちろん柔らかい方は少しこうやって膝緩めでも OK です。さあ、この状態でまずは静的なストレッチですね。ぐーっと下、10秒間いきましょう。硬い方はこれで OK。 1、いたたたたたで、これで OK です。2、3、
4、5、6、いける方は下までね、7、8、9、10っていう番組ありましたね。さあ、ここからですね、動的ストレッチですね。よいしょ。こんな感じでいきますよ。さあ、いきます。せーの、1、ここから折ってお腹をつけに行きます。2、はい、3、勢いをつけなくていいので、ゆっくりやっていきましょう。あくまでもストレッチです。5、5、6、9、4、7、8、9、10、はい、OK です。ふぅ、股関節喜んでる。さあ、しっかりとですね、股関節をほぐしたところでエクササイズやっていきたいと思います。で、最初に説明したこのヒップリフトをやっていきたいんですけれども、これの問題点がやはりあります。何かというとですね、普通にやっていただく感じにするとですね、もも前、そして腰で上げてしまうという方が非常に多いです。非常に多いです。で、まずはこれでポイント2つ、足の位置、そしてあるものを使って改善。この2ポイントでやっていきましょう。で、まずは足の位置ですね。ポイント1から説明していきます。足の位置です。足の位置は、まずはですね、両足でやるときは少し足は開いた状態でついてください。仰向けになって一度お尻上げてみましょう。ぐっと。で、まずこの足の位置を覚えていただいたら、自分からですね、ちょっと遠くします。遠くすると、はい、これはですね、もも裏がつりそうになってきますね。もも裏に効くパターンです。で、逆に今度近づけていきましょう。近づけていくと、今度はこっちですね。これでももう前に効いてしまうというような状態が作られてしまいます。だ理想的なのは、上げた時に、まあ大体ですね、この部分が膝、地面と垂直なんですが、まあそれをね、自分からこうやってみてわかるわけがないので、いろいろ前後の幅を調整して、まずは、あ、大体お尻ちょっと下、この付け根のあたり効いてるなっていうポイントを、見つけていきましょう。ポイント2です。ポイント2は、これ、足の裏でぐーっと押してあげる種目なんですけれども、人によってはですね、腰の方が使いやすくて、腰でこうぐっと上げれてしまうんですね。あんまり足で踏ん張らなくても実はこれ上げれちゃうんですよ。まあ、それが問題になってしまってて、そうすると腰反ったままぐーっと上げれるから、あ、腰使って、なんかお尻のトレーニングなのに腰痛くないですかみたいな感じになっちゃうんですね。そこで家にあるものを使います。はっということでですね、枕ですね。枕とかクッションとか、あとはバスタオル丸めたもの、何でもいいです。何をするかというと、目的としては頭を高くします。これだけでね、全然変わるんで、本当にやってみてください。簡単に本当に頭を高くするだけで、こうやって頭を高くした状態。こうするとね、腰反れないんですよね。こうやって楽にしてると腰ってこっちのカーブになりますよね。そうすると腰が反れないので、この状態でぐーって上げると、ほぼ確実にですね、こっちに効きやすくなります。そしてさらにお尻に効かせるのであれば、骨盤後傾といって、ちょっとね、こっちからこっちに向けます。こう、恥骨の部分をこう上に向けるような感じします。そうするとお尻の下が浮きますよね。お尻の下が浮いたら次お尻の中間あたり浮かせて、そしたら腰に近いところ浮かせてっていう風に順番にこうやると結構効くんです、これ。ふぅ。で、逆に今度は背骨からぐーっと丁寧に下ろしていって、お尻をこっちからぐーっと下ろしていく。これだけでも全然違います。まずはなのでこんな感じにして、頭高くする方は頭高くして、もちろん高くしなくてできる方は一緒にやりましょう。ゆっくり、じゃあ、お尻の下から上げていきますね。はい、では1回目です。いきましょう。はい。1、ゆっくり上げていきましょう。じんわり。5秒ぐらいかけて上げていきます。はい、今上がりました。で、ゆっくり背骨からつけていきましょう。ゆっくりじっくり。はい、2回目いきますよ。お尻の下からぐーっとゆっくり持ち上げて、皮膚1センチずつね、上がっていくような感じです。はい、ゆっくり戻しましょう。さあ、あと3回いきますよ。3回いきますよ。3回目いきましょう。はい、ぐーっとお尻の下からゆっくり丁寧に上げて。はい、上がりました。さあ、ゆっくり戻します。背骨からゆっくりついていきますね。
はい、骨盤がついてお尻がついていきます。はい、何回目か忘れました。ゆっくり上げていきましょう。あと2回ぐらいやっていきます。ふう、はい、ゆっくり下ろしましょう。下ろしましょう。背骨からぐーっと下下下下下下。 OK、 ラストいきましょうか。はい、ふう、ゆっくり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 上げて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 、よいしょ。はい、ゆっくり戻していきましょう。はい、 OK です。お疲れ様です。自分に拍手。そしたらレベルアップしていきましょう。これをですね、片足でやります。片足の場合は足を閉じます。閉じた状態でどちらかの足を、好きな方でいいですよ、上げていただいたら、考え方は同じです。足、お尻の下側からぐっと骨盤、恥骨をぐっと上に向けてゆっくり上げていきましょう。そしたら背骨からゆっくりつけていくっていうような感じにします。はい、足はですね、少し自分に近づけるように上げておくと、まあ、さらに背中が丸まってお尻ばっかり効きやすいです。はい、ということで一緒に5回やってみましょう。この姿勢作って、はい、では行きますよ。じんわりね、お尻の下からゆっくり上げてきて、ゆっくり上げてきて、ゆっくり上げてきて、はい、上がったらゆっくり下げる下げる下げる、背骨からついて、そうです。はい、2回目いきますよ。お尻の下から上げて、ゆっくり上げて、お尻上げて、お尻上げて、で足の裏で押してるんだな、足の裏で押すぞっていう感じでね、はい、ゆっくり戻します、戻します、戻します、戻します。ふう、はい、3回目いきますよ。足で押した状態で、はい、ここからグッ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 とグッと、よいしょ。はい、ゆっくり戻しましょう。そんなにね、こう腰で上げないから上がらないはずです。腰で上げるとこんだけ上がるんですけど、腰じゃないからそんなに上がらないはずですよ。さあ4回目いきます。はい、下からグッ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 、ゆっくりゆっくりゆっくり、ここぐらいまでで OK で、ゆっくり下ろして下げていきます。ふう、さあラストいきますね。はい、恥骨グッと持ち上げた状態にして、よいしょ。はい、背骨を一個一個つけて、ふう、頑張った。あー、じんわり効く。よし、反対いきましょう。反対です。さあ、お尻を一個一個持ち上げていきます。お尻一個一個って何やねんって話ですね。くわーしょー、はい、持ち上げたら、はい、背骨一個一個つけて、よいしょ。はい、ふーっと恥骨を持ち上げて、ゆっくりゆっくり、よいしょ。ふー、背骨一個一個。さあ、3回目です。3回目いきましょう。3回目ぐーっと、よしで、ゆっくり戻して、あと2ついきますよ。はい、焦らない、ハンドを使わないで、ゆっくりじっくり足で押して、ふー、きついきついきつい、これだけでもきつい。さあ、ラスト5回目、ぐー、ゆっくり恥骨から持ち上げて、はい、ゆっくり戻しましょう。ふー、 OK、 お疲れ様でした。よいしょ。はい、皆さんお疲れ様でした。どうですか、お尻の筋肉喜んでますか。まあ、今回ね、上手にできなかった方も、まずは枕を使って足をね、少し前後幅を調整してみて、やってみてください。その上でお尻の下からゆっくりゆっくりゆっくり足を押して、足で押して持ち上げるようにしてあげるとね、このヒップリフトめちゃくちゃ上手になりますので、それをね、続けていくとお尻が使えるっていう、その感覚が身についてきます。チェック、ストレッチ、エクササイズですね。この流れをちゃんと継続することでお尻が使えるようになってきますから、それでですね、しっかりとお尻美人目指していきましょう。垂れ尻もやっぱりお尻使えないし、お尻が大きくて悩んでる方もやっぱりお尻使いづらいです。まあ、そういった意味で今回のエクササイズ、流れとしてやってみてください。またね、これを終わりましたら、例えば大天使ポッコリを引っ込めるエクササイズとか、そういう風にですね、発展していくと、よりお尻の使い方がなんとなく、あ、こうかなっていうことが分かってくるかと思います。はい、それでは今回の動画がですね、よかったらぜひいいねと、外から仲間チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。でまずね、
っとね、おまけです。歩き方ですね。日常でもお尻を使える歩き方をしてみようということで、お伝えしていきたいと思います。歩き方もですね、重心のかけ方がとっても重要になりますので、皆さんぜひ試してください。部屋の中でね、少しうろうろしてみながら、見てみるといいと思います。わざとですね、かかとを上げてつま先立ちになります。この時に、過剰に、今からわざとですよ、過剰に親指側にぐっと体重をかけてみましょう。そうした時に、はい、この感じで歩いた状態っていうのは、まずふくらはぎともも前がすごい疲れると思います。なので長い時間歩いた時にここ疲れるという方は、内側に過剰に重心がある状態です。過剰っていうのがポイントですよね。で、そうするとお尻ってなかなか使えないんですよね。触っていただくと分かると思います。プニプニしてるはずです、歩いている途中ね。さあ、ここでじゃあ小指側に少しだけ体重を分けてみましょう。ポイントは親指は浮かないぐらいってことです。それぐらいがちょうどいい感じ。はい、そして歩くとですね、まず膝は伸びやすいですよね。膝は伸びやすくて、どうですか、お尻も少しさっきよりもちゃんと固まってるのが分かるかと思います。これがお尻を使える重心配分、つまりお尻を使える歩き方になりますので、この重心配分少し考えてみると、日頃からお尻が使えて、そもそものそのお尻が大きな原因、垂れ尻の原因っていうのを解決できる可能性があるので、やってみてください。改めてね、お尻しっかりと解決していきましょう。で、まずね、